ダッカにあるグラミングループ社屋グラミンファミリーとはノーベル賞受賞者であるムハマド・ユヌスによって設立されたグラミン銀行から発展した多角的なベンチャー企業集合体の総称多くはグラミン銀行のあるバングラデシュダッカにオフィスを構えているグラミン銀行が多角化を始めたのは1980年代後半に養魚場 不井戸からの考え水道が活用されていないことから始まった。1989年から漁場プロジェクトがグラミン漁業財団に、考えプロジェクトがグラミン栗子財団になったことをきっかけとして多様化した事業は別々の組織として活動するようになった。また、これら以外にも多くの企業がグラミングループと呼ばれており、この校では総裁であるユヌスの著書で触れられている。 主な企業のみを掲載する。グラミン銀行はバングラデシュにある銀行で、マイクロファイナンス機関。グラミンという言葉は、村という単語に由来する。ムハマドユヌスが1983年に創設した。マイクロクレジットと呼ばれる貧困層を対象にした比較的低金利の無担保融資を主に農村部で行っている。銀行主体として、インフラ、通信、 エネルギーなど多分野でグラミンファミリーと呼ばれる事業を展開している。2006年ムハマド・ユヌスとともにノーベル平和賞を受賞した。グラミントラストは1989年に設立されたヒエーリの NGO。貧困と戦うためのツールとしてマイクロクレジットを使い、その目的のためにグラミン銀行のアプローチを促進するための組織である。 世界で貧困者に対してマイクロクレジットプログラムを使って支援をするマイクロクレジット機関に対して GBRP と呼ばれるトレーニングと技術支援をする対話プログラム、プロジェクトに対する資金提供、コンサルティングやモニタリングプログラムを実施している。2007年8月時点で37カ国の138の MFI に支援をしている。主な事業は立ち上げ、 運営、引き渡しプログラムで迅速な対応が必要なマイクロファイナンスを実施したい期間があるとき、最初の導入から立ち上げ、運営までを訓練する。十分に習うことができたと判断するまでトレーニングは続き、その後は状況に応じながら引き渡しを検討する。また、グラミングローバルネットワークを主催しており、マイクロクレジットを促進するためのニュースレターを発行している。 グラミンクリシ財団は農業技術と生産工の向上のための実験や訓練を行うために1991年に設立された財団。グラミンウドうグはバングラデシュのもともとの文化的産業であったデオリヌのにグラミンチェックというブランド名を与えて進行することを目的として1994年に設立された企業。 グラミンファンドはグラミン銀行のマイクロクレジットプログラムからは離れた事業をするベンチャーや実験への投資をする非営利組織である。元々はグラミン銀行で1980年代後半にサイドと呼ばれていたベンチャーキャピタルファンド事業から由来し3億9100万高野資産を持つ漁業や農業などの零細企業を支援する40のプロジェクトを継承し 1994年1月17日に特化事業として組織化されることになった。2007年時点で13の合弁事業に10万ドルの株式を投資し、バングラデシュ国内で1763の中、小企業、特に技術志向の産業に対して無担保で運転資金の供与を行っている。また、多くの企業の株式を取得し、 グラミンファミリーという枠組みに入っていない企業であっても株式の半数を取得している企業もある。グラミンモーショ暑ーオーバーシューサムパッド財団は魚の養殖を通して貧困を軽減させるために1994年2月にグラミン漁業財団として設立され漁業、穀物、畜産を統合して営農組織を開発するようになったヒエリ企業。最も重要な目的は 土地のない貧困層、特に女性が共有の資産へのアクセスを可能にするために、利己的な仕様をコミュニティに、停滞を社会及び経済成長に、伝統を現代性に切り替え、女性に法的及び社会的な権利、食料の安全、持続可能な暮らしを提供することである。初期のグラミン銀行のプロジェクトの一つである漁業は、バングラデシュの池を使った、養魚場の管理事業である。 もともとは援助機関によって活用される予定であったが、効果がなかったために、グラミン銀行が引き継ぐこととなった。現在では、魚類、エビ、苗床などを養殖し、新しい養魚池の開発も行っている。畜産プロジェクトでは、落農業者へのトレーニングや、医療衛生への支援、販路の拡大などを行い、グラミンダノンフーズへの牛乳の提供もされている。グラミンテレコムは、 貧しい人々への通信サービスを提供するために1995年に設立された非営利企業。もともとはグラミン銀行のビレッジ本プログラムで農村に携帯電話を普及させる活動であったが、その後は別会社として独立。グラミン本が構築している携帯電話の回線を買い、グラミン銀行の借り手をテレフォンレディーとして、 海鮮のない村で電話を貸し出すという事業を行っている。グラミンシャモグリーは、グラミンチェックの手織布、手工芸品、他製品の国内販売を目的とする1996年に設立された企業。もともとグラミン武道具を設立した時に、グラミンチェックの輸出を目的としていたが、インドの機械織製品との競合もしくは原材料のインドからの輸入により、 輸出が不振となったことから国内での販売を焦点としたグラミン社モグリーが設立された。グラミンサイバーネットはグラミンフォンの携帯電話ネットワークを利用したインターネットプロバイダーを展開するため1996年に設立された非営利企業。グラミンシャクティは再生可能なエネルギー技術をバングラデシュの農村地帯に促進。 開発させるために1996年に設立された非営利企業。もともとはグラミンフォンの携帯電話に電気を供給する必要から考案された。現在は太陽電池、バッテリー、風力発電、バイオマス装置などの開発、提供を行っている。それらの再生可能エネルギーを使ったテレビや携帯電話のユニットなどで収益を得るようにしたり、 技術トレーニングで保守整備などを行えるようにもしている。グラミンフォンはバングラデシュで GSM 携帯電話のマーケットシェア50%以上を占める電話会社である。グラミンフォンは1997年3月26日に設立され最初の出資はノルウェーのテレノール社が51%、グラミンテレコムが35%、日本のマルベニが9.5%、 この本開発会社が4.5%。2008年時点では、テレノール社が62%、グラミンテレコムが38%を所有している。2006年12月時点で1000万人を超える顧客を持ち、バングラデシュで最も早く普及した携帯電話ネットワークになっている。グラミンフォンの目標は、バングラデシュでコスト効率の良い良質な携帯電話サービスを 普及させることにある。グラミンカルヤンは、グラミン銀行のメンバーや村人たちに、良質な医療サービスを提供することを目的として、1996年に設立された。診療所の近くに住むメンバーたちは、1年に約2ドル程度で医療を受けられる。また、メンバーでない場合は、約2.5ドルである。グラミン出荷は、農村の大衆への教育を推進し、ローミ 奨学金といった形での教育目的の支援を行い、IT を用いて、識字率の改善、新技術と革新的なアイデア、方法論を教育の発展のために役立てることを目的として、1997年に設立された、適切な教育プログラムや、初等期準備プログラム、幼児教育プログラム、基礎の緩和プログラムなどを行っている。 特に、スカラシップマネジメントプログラムでは、5万高か,からの出資金を募り定期預金とする。預金での6%の利子によって、奨学金が充当される。出資者は特定の受取人を指定したり、奨学金に名前を付けたりし、預金であるため奨学金を終了して引き出すことも、できる。グラミンコミュニケーションズは、ソフトウェアハードウェアインターネットサービス IT、教育などを、 複合的に展開する非営利の情報技術会社。プロジェクト自体はグラミントラストの IT 支援という形態で1994年に始まり、1997年に企業として設立された。グラミンコミュニケーションズはベシップという農村で情報アクセスや IT 教育などを提供する多目的なサイバー、キオスクを建てるプログラムを開発した。 最初のベシップは、マドプルーパジラのグラミン銀行の部屋で設立された。それは、ダッカにあるグラミンコミュニケーションズのオフィスとマイクロ波で衛星通信する装置を設置するものであった。グラミンソリューションズリミテッドは、最も急速に成長しているソフトウェア開発会社のうちの一つ。携帯電話による送金や取引などの金融サービスを提供するプロジェクトを展開している。 グラミン IT パークは、ダッカにおける、ハイテクオフィスビルの開発、ISP、データ転送、ソフトウェア、ハードウェアの提供などを行うため、2001年に設立された。グラミンバイボサビカー種は、野菜や家畜、あるいは、手芸のような製品を扱っている農村の企業家に、対する、マイクロクレジットに加え、さらに知識や経験、 技術を提供するために1994年に設立された非営利組織。グラミン銀行のローンは奨学を基本とするが、グラミンバイボサビカーシュは大規模なビジネスに対しての融資保証を行い、それによって保証を受けた企業はグラミン銀行より融資を受けることができる。また、畜産などの技術に対する支援も行っている。グラミン情報ハイウェイ会社は、 データ相互通信とインターネットプロバイダ業務を中心とした企業。2001年に設立されたが、現在は活動をほぼ休止している。グラミンスターエデュケーションは情報テクノロジーのトレーニングを目的として2002年に設立された。現在は活動をほぼ休止している。グラミンビテックは主に電気製品や電力設備などを提供する企業。 グラミンファンドの融資により2002年に立ち上げられた。グラミンヘルスケアトラストは、医療関係の基金を募り、投資するヒエリー企業。2006年に設立。グラミンヘルスケアサービスは、貧しい人々に対するヘルスケアを行う、営利目的のソーシャルビジネス。2006年に設立。グラミンヘルスケアトラストから基金を受け、病院の設立などを行う。初期の重要な目標は、 眼科病院の設立である。医療費は貧困層には少なく、そうでないものには相場にあった値段を請求するのが原則とされている。グラミンダノンフーズは、グラミン銀行とフランスの食品会社、ダノングループの合弁事業として2006年に設立された。グラミンダノンの最初の事業は、バングラデシュの農村で、日常の食事からは摂取されない。 必須栄養素を補助することを目的とした栄養強化ヨーグルト通称食ティドイを子供に提供することである。グラミンダノンフーズは営利目的の会社ではあるがムハマドユヌスの定義するソーシャルビジネスを施行するため営利上の収益よりもむしろ社会的な便益への貢献を最も重要な目標としている。初期の資本はダノングループとグラミンバイボサビカーシュ。 グラミン、カルヤン、グラミンシャクティ、グラミンテレコムが出資している。先進国のような大規模な生産ではなく、農村の個別の小規模農家から牛乳を上達し、小規模な工場で生産する。また、グラミンレディーと呼ばれる借り手のメンバーたちがそれらを自分たちの村で販売するという流通経路を設計している。グラミンユニクロは、グラミングループと日本のファーストリテイリングとの 公弁企業。2010年9月より活動中。バングラデシュ国内での医療品の企画、生産、販売をするソーシャルビジネスである。資本金は10万ドル相当で、ファーストリテイリングの現地法人、ユニクロソーシャルビジネスバングラデシュが99%、グラミンヘルスケアトラストが1%出資する。医療品販売は、グラミン銀行のネットワークを通じて提供される。 ありがとうございます。